桜も咲いて春ということで、たけのこご飯と春の魚サワーで、あとは普通に春キャベツの味噌汁やっていきます。半分は味噌汁を半分たけのこ切るか。まあでかすぎやもんな。今度は2号先ほどご飯作ったことないから、もう一個かわからん。だけど醤油も入れなあかんから、めんつゆで作るたけのこご飯。あ、でも多分薄いよね。具のあれが出てくるから、ね、水分はい。たけのこ、かいきり春キャベツ、400g のよくわからん、まあ、メイドインチャイナです。確か使った時は1200何本だったんですけど、その後なぜか100円ぐらい上がって、200円上がったのか1400円今なってて、まあ、軽量っていう理由だけで選んだけど、全然レビューとかも評価とか全くついてないやつやから、こうやってめっちゃ簡単に肉にだけ入れる、こうやってこうやって入れて、あとこうやって差し込むだけ。いや、ちっちゃすぎて薪が絶対消費できへん。入った。大きさはこんぐらい、軍手1枚分、めっちゃちっちゃいですね。数がってきてるんで、適当に、あれ、ついた、何、ちょっと待って、上に下に入れなかった、くそ。ゆっくり、めちゃめちゃ煮る。ただまあ、そんなにあれするわけな、燃焼早い。
感染が新たに入って最も多い。一年トップで。チャップで味噌汁を。これまでに国内で感染され確認された感染者は長くなり、集められたアルバイトが名前や住所がある。警察は団体の関係者やアルバイト、多分ここアルバイトは関係者や団体幹部から依頼されたという。味噌汁、具沢山。ご飯はまあできてる。シュ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 。初めてのタケノコご飯。で、ではいただきます。うん。うん、ちょっと薄いけど、うん、おいしい。うんうん、うまいよ。タケノコもしっかりタケノコの味してるし、うん、うん、おいしい。なんで春キャベツの味噌汁、エビも入れた。うん、うん、うん、美味しい。うん、で、ちょっと焦げたけど、春の魚、サワラ。サワラ。うん、うん、うまい。達成することができました。ありがとうございます。最近テクニックを勉強してます。
確か 250g のやつやったんで、 250g のやつで2時間半でエビを焼く。あ、そう、だけどすぐ最後なんか焼いて、ちょっと明日腐ったかんかな。朝ちょっと雨降る予報になってたんですけど、今見たら一応曇りに変わってました。まあでも最近の天気もあまり当てにならないので、下手したら雨降ってます。明日の朝嫌やな、白のテントやのに。おやすみなさい。雨なんですよ。9時頃から 0.1 ミリ、その後降るんですよ。まだちょっと時間5時半で早いんですけど、起きてご飯食べて、もう7時半ぐらいから片付け始めました。
やっぱりラーメン食べようかな。半分だけ食べよう。行って食べない。最悪、雨降ってきた。うわ、ラーメン食べてる場合じゃなかった。うわ、ちょ、急いで片付けよう。いやいや、予報9時やったのに全然ちゃうやん。あー、嘘や。降ってきた、最悪。一旦テープをかましてくっていう。よもやの雨で、はあ、今も降ってます。おかしいな、9時ぐらいから降る予定やったのに。どうせ雨降るんやったら雨キャンプしたかったわ。
も奈良方面行き列車が参ります。危ないですからご注意ください。